はようございます。昨日入所の、基本改善会議がありました。で、まあいろいろな議論があったんですけども、今年度末で宿題になってる、まあ、全職員の課題というか宿題になってる。で、今自分が携わっている仕事の中で、現場で、まあ、課題、どういう問題があるかと、どういうことを解決しないといけないかとか、どうやりたいかとか、まあ、いろんな、これは困るなとか、いろんなことがあるから、全部書き出してくださいねという話をしてます。で、事業ごと、職種ごとにやってます。で、入所については、まあこれだけ、まあ、これ少ないと思うんですけどね。まだまだあるだろうと出ておりまして、とりあえず、昨日会議が終わった後に、何人か役職の方残っていただいて、まあ、BSC の5つの視点で、整理してくださいということで、まあ、整理していただいております。でですね、この本、成果の見える病棟目標の立て方というですね、去年の秋に、中期計画を立てるということでプロジェクトチームが発足して、まあ、来年度は単年度ですけども、再来年度から3年間の中期計画を、まあ、この来年度内に立てていかないといけないということなんですけども、でその中で、まあ、たちまちはSWOT分析とかですね、この施設全体を考えたときに、強みは何か、 S は何か、強み、ストロングネス、W、 ウィークポイントは何か、ウィークポイントね、自分たちの持っている強みと弱みを自覚すると。それからその環境、この施設の置かれた周りとの環境の中で、チャンスというかね、オポチュニティというチャンスは何かということと、それから脅威、T、脅威、スレッド、何かということですね、そういうのを分析して、それをまたですね、クロス分析、自分たちが非常に強みを持ってて、環境に対してもそれがチャンスになるんだというふうなところを、しっかり進めていきましょうというふうなですね、スロット分析の、あるいはクロス分析を、やっていこうと。で、まあマネジメント経営の中の戦略論とかでは、まあ、非常に普通の企業はそういうことをですねすいすいやっていくんですけども、医療や介護の現場で、そういうマネジメントの手法をですね、どのように取り入れて活用しているかということの中で、で、まあ、蓄積があるのは看護の業界ですね。これ看護協会が、まあ、多分これ全国から、まあ、介護福祉士もですねファーストステップとかなんかいろいろ団員制度があるようですけども、要するに看護の集団のマネジメントをしていく、まあ、病棟の主任とか、看護師長になるために看護協会が全国的に、研修事業をやってると。その中で、使われるテキストですということですね。で、これ老健施設の中でのマネジメントはどうかというのでテキストはまだありません。まあ、こういうのを参考にしながらですねやっていかない、多職種共同ですのでやっていかないといけない。まあ、その中にですねあったので、まあ、プロジェクトチームと、まあ、全職員参加の、ワークショップもやりましたので、それでまとめてきたのがこれですね、これまあプロジェクトメンバー役職者には配るんかな、今度配るんかね。でこれはこの施設はこういうふうにしたいというのをね最初に言いました。それに対して、まあ、例えばですね基本方針の1で専門的で多様性のあるハイレベルなケアを提供できる施設になりたいなという目標、それに対してどういう施策、戦略というかねいくか、例えば入所と居宅サービスとのリピート利用者の方を増やして在宅復帰率と回転率を同時に上げましょうと。それに対して、単年度の行動目標ということで、
まあ、あのスムーズな入隊所、入所前の訪問とか訪問活動を通じてですね、スムーズな入隊所をしながら、退所後はショートの利用とか通所の利用に結びつけていきましょうと、ベッドコントロールを、緻密にやってですね、モニタリングをしていきましょうと、見える化をしていきましょう。2番目にリハをはじめとした多職種の訪問活動をですね、定着させて、在宅生活の支援の強化をしようというふうなことが出てきています。で、これはこれであるんですけども、これは どうしてもですね、大きなこういう施設を目指したいというところから、だんだんそうするためにはこうしないといけない、それをするためにはこうしないといけない、理念からこうブレイクダウンしてきて、じゃあたちまちこういう行動をしないといけないということがこれですね。これはこれで一応完成しまして、経過委員も通ったんですけども、でもこれ現場でたちまち困っていること、例えば入浴が12時半で終わること、困ってますよとかですね、そのため人員確保してくださいとか、いろいろありますね。改善会議の出席率というのを今年度モニタリングしてますけど、なかなか 60% 達しない。昨日まあいろいろ課題になった言葉遣いの問題がね、入社家族もですね、戦後生まれでサービス業でしょうと、その対応その言葉遣いでいいのというのは常にこれから問われてきますからね。介護してやってるんだというふうなですね、そういう態度で、言葉遣いで利用者に対応してると非常にトラブルになりやすいと思いますし、まあ、これはまあいろいろ課題いろいろ挙げられてますので、そういう課題とかあります。でただこれ整理しないといけないというのがですね、現状で困っていること、それからこういうふうにしたいという目標、このギャップは今の課題になってます、問題になってます。まあ主にここを挙げてくださいと言ったんですけれども、例えば解決策の中でですね、働きやすい、現場づくりをしましょう、産休カードで思いやりのある職場、まあ、産休カードという、まあ、そういう解決策をこう導入することで、働きやすい職場を作りをしようというということですね。まあいろいろ入り混じってますので、まあ別にそれ入り混じってもいいので、いろんな現場で仕事をしながら、まあ困ってることとかね、こうしたいということをですね、どんどん出していただきたいということでやってます。これはこれで整理して、先ほど言ったですね、いわゆる理念、こういう施設を目指したいという理念、基本方針から、ブレイクダウンしてきた、具体的な計画と、まあ、現場でたちまち困っていることを解決して、それに近づいていくというふうなですね、両方がうまく噛み合わないと、まあ、BSC といいますかね、目標作り、実行計画になっていきませんので、でこれはこれで、全、事業全職種についての、書き出したもので、この左側にですね、今度役職にお配りするときには、主に この項目について主に入所とかね、丸をつけるような欄を作っておりますので、入所、まあ居宅包括もそうですけども、入所で、これとこれは、来年度取り上げてくださいねという、まあ、そういう意味です。通称でもそういう意味です。そういうのを参考にしながら、各部署の、BSC、 各事業ごとの BSC を作っていただきたいというふうに思っております。で通称の方がですね、まだまだ多分 職種ごとのに書き出したのもあると思うんですけども、これだけですね、もう少し増やさない、量を増やさないといけないと思っておりますので、通所の会議が木曜日かな、ですが会議の中で挙げていただいてもいいし、会議の前後で、これを提示しておきますので、思いついたら確認
思いついたから、私もあの大会議室で仕事してますから、思いついたら書いて、で小川市長に言われたら、あ、そう、それもそうだと思って書いて、忘れないと、全部出してます、私が出す1枚も、1枚だし、一般職員が出していただく1枚も、1枚で、それをまた、担当役職者の方が整理して、先ほど言ったようにですね、それは課題なのか、目標なのか、解決策の一つなのか、整理しながら最終的にはこういう BSC の形を入所通所、居宅包括もあると思いますけどね、事業ごとに完成させていっていただきたいと思います。期限はまあ4月中、4月に入れば、人事効果のサイクルがまたちょっと回り出します。今年度の、人事効果については来年度4月中に、一次効果面接が終わり、二次効果をやって、4月末には、人事の方に全部提出しないといけませんので、そろそろ皆さんのところは、人事効果表の自分が書くところを、ね、書き出さないといけないという段階になっています。書き出しながら来年度自分はだこの目標を続けていくのか、新しい目標を立てていくのかというのをね、考えていかないといけないと思います。まあそういう年度末、年度代わりの時期に、なっているということです。以上です。他何かありますか。